さて、今月8日まで行われていた北国街道小諸宿のお人形さん巡り、このイベントの一環として最終日の8日日曜日には竹早会館を会場に着物でコンサートと題した着物と音楽のコラボレーション企画が行われました。イベント最終日のコンサートを盛り上げたのは、小諸市在住でピアニストの竹花恵子さんと、御代田町在住のフルート奏者椎名真美子さん、そして佐久市在住のバイオリニスト吉田絵里香さんの女性音楽家3人で作るグループ、コピーヌクラブです。3人はそれぞれに違った趣の着物姿に身を包み、卒業ソングや春にちなんだ歌など季節に合わせた曲を披露し、会場は華やいだ雰囲気に包まれました。途中には懐古園で行っている人力車観光ガイド轟屋の車夫市井正樹さんが助走をして登場。うちの名はお色気あり住子と申します。お住子と呼んでくんなもし。コピーヌクラブのメンバーとコントを繰り広げ、会場を沸かせていました。今回のコンサートは、日本の伝統文化である着物を次世代に残していこうと、着物を着ての街歩きなどの活動をしている本町区在住の着物ニスト清水ひろみさんからの呼びかけで行われたものです。そういったことが多いかと。コピーヌクラブが毎月本町のギャラリー神クラブを会場にコンサート活動を行っていることから、コラボレーション企画が実現しました。会場では小諸にちなんだ歌も何曲か演奏され、毎日昼の12時に防災行政無線で流れる上を向いて歩こうを全員で歌う場面も見られました。コンサートには着物を着て訪れた人の姿もあり、皆会場の雰囲気を楽しみながら演奏を満喫している様子でした。着物でのクラシックもすごくいいなと思いました。またぜひ着物で着たいと思います。普段からお着物はよく着られるんですか？最近自分で着るようになって、でなかなかさっきもおっしゃってた着物で出かけられる場所がないので、今日すごい楽しみにしてきました。着物を着られてね、演奏されてとても良かったと思いました。去年ですね、コピーヌさんが月に1回コンサートをしてまして、本町に花が咲いたのかなと思いまして、ぜひお着物をお召しいただいてコンサートを奏でていただくことをお願いいたしました。季節お料理に自分のできる範囲で、ぜひ今散策着付けということでしてますので、着物を着てみたい、本町を歩きたい、荒町、与良と小諸はとてもいい江戸の情緒がたくさんございますので、ぜひ歩きましょう、 PR したいと思います。初めはどうなることかと思ったんですけれども、着物を着せていただくって、私はただモデルとしていればよかったので、とても楽でした。演奏も着物着てると意外と苦しいかと思ったけど、着付けの仕方でとても楽に演奏することができてよかったです。
今回はいつもね3人でお客さんを集客するような形なんですけど、今回はあのコラボレーションなのでいろんな方が携わってくれるのでね、あのいろんな層にあの告知が行き渡って、あの様々な年代の方、様々なあの土地からいらっしゃったと思います。皆様にあの親しんでいただけるような音楽で楽しんでもらえるような音楽をやっていきたいと思います。やっぱり、ね、コンサートホールのような大きな会場ではなくて、皆さんとお客さんと同じ目線であの音楽を聴けるような身近なものになれるような音楽を演奏していきたいと思っています。皆さんが聴いている方がほっこり笑顔がこぼれるような、そんな楽しいコンサートにしていきたいと思っております。皆さんの着物姿とても素敵でしたね。今回は着物とのコラボレーション企画として行われたコンサートですが、コピーヌクラブの皆さんのコンサートは毎月本町通りにある蔵造りのギャラリー神クラブで行われています。来月4月は29日水曜日の午後7時30分からギャラリー神クラブでコンサートが予定されていますので、ぜひ皆さんもお出かけになってみてはいかがでしょうか。